第2木曜日のこの時間は岡山市長の大森ラジオのコーナーです。今朝も大森マスター岡山市長にお電話つながっています。大森市長おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、どうも。さて今回のテーマは鎌倉殿と万富東大寺河原釜跡ということなんですけれども、この万富というと東区瀬戸町に万富という地名もありますが、今回はどういったお話になりますか？そうですね、東区を中心とした話で、はい、まあ、長区とか北区にも若干及んできますかね。はい、でね、時は12世紀の末と、はい、昨年の大河ドラマ、うん、鎌倉殿でも扱われた時代なんですけどね、まあ、大河ドラマでもそうなんですが、はい、どちらかというとね、うん、あの時代その源氏が強い、そして平氏が弱いっていう、はい、その構造で変わってるんですが、うん、はい、実際のところはね、うん、そうでもないんですよ。そうなんですか。例えばね、はい、岡山でその、水島があるでしょ、はい、水島の戦いではね平氏勝ってるんですよ。あ、そうなんですね。 そうなんです。それでね、今日の万富東大河原釜跡の話題はね、はい、それこそ奈良なんですけどね。奈良、はい、うん、奈良のね興福寺っていうのがね、はい、これは結構強いんですよ。強い、お寺宗平っていうかね、はい、が強くて、で、ま、それが平家とね必ずしも うまくいってなかった、はい、したがってね平清盛、当時のね実力者がそういった興福寺の僧兵やっつけろみたいな、うん、単純に言えばね、はい、そういうことで攻めていったんですね、はい、平家が。で、そして、火を放って、うん、東大寺が焼けちゃったんですよ。はいね、東大寺っていうのは聖武天皇、ね、が作ったもう立派な大仏があるお寺ですから、はい、これはまずいということで、その後、まあ、鎌倉時代になってですね、源頼朝は何とかしなきゃいけない、どうしようかって戦後復興という意味からもね、はい、東大寺はもう一度再建しなきゃならないんじゃないかというように、はい、どうも考えたらしいんです、それに岡山のこの万富が関わってる、はい、そんなことを今日話したいと思います。なるほど。その戦後復興に、うん、その岡山市はどういうふうな形で関わっていったんですか？うん、岡山市が関わったわけじゃないんですけどね。はい、うん、でね、今言ったように東大寺を再建しようということを、はい、平和な時代が来たんだからもう東大寺必要ですよね、愚者な仏も作り直さなきゃいけないですよね、うん、っていうことを、はい、当時の人が考えたんですね、はい、で、そこでじゃ再建するにあたってどういった地域に、何をお願いすれば再建できるのかっていうことを考えた、はい、でそこで一定 この力を持った技術力を持った地域っていうのが選ばれた。それがね今の東区の万富なんですよ。なるほど。じゃあその技術力が買われてっていうところなんですね。そうなんです。すごい。それだけの技術力があったということなんですけれども、うんうん、それを指揮した人っていうのは誰になるんですか？ね、これはどこの教科書にも出てるんですけど、はい、長元っていうお坊さんがいるんです。はい、中国へ留学をしていた経験もあるというふうに言ってるんですが、はい、この人がね東大寺の再建プロジェクトを進めた人物なんです。なるほど。この岡山にもね随分この長元が何らかの関与をしているということを言われている箇所って結構ありましてね、どうもね中区の湯葉っていうところではね、はい、お風呂
奉納してるし、近くのこの吉備津神社ではお堂を建立してるんですね、はい、また吉備津神社ではね鐘を奉納している。へえですよ。でね、はい、実はこれがね狂言っていうのが今言ったように岡山との関係が強いから今の万富にも手を伸ばしていったんじゃないかということなんですが、その前提としてなぜ岡山と関連しているのかっていうのはね、はい、要塞ってご存知ですか。要塞ですか。要塞って教科書では英才と習ったかもしれないけど、はい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 、これね要塞っていうのがどうも本当の名前らしいんですけどね。へ、はい、これね今もう吉備津神社の近くに、ここが要塞の生まれたところだっていうことも言われてる場所もありますが、はい、実はこの方はね吉備津神社の神官の一族で、中国へ留学もしてるんです、はい、どうも狂言と一緒に英才は留学していると。うーん、で、狂言とは留学時にどうも知り合ったということを言われております、はい、だからちょっと複雑になりますけどね、要塞はね、今空港の近くにある日王寺って川津さんご存知ですか。わかります、わかります、わかります、はい、うん、あそこでね活動拠点をして、それからね山陰のあたり行ったりね、それから九州行ったりして、そっから、はい、中国に渡ってるんですよ。へえ、でそういう関係でね、はい、英才と要塞と狂言は仲良かったんですね、はい、うん、うん、どうも。で要塞はね源頼朝とも親しいということで、これ大河ドラマでも少しね、はい、要塞らしき人物が出てきたのを私覚えてます、うん、あ、そうなんですね、はい、暗殺をするときに確かね記憶では要塞の関係の報じがあると言って、うん、呼び込んだ人を殺しちゃったっていう、そういうような話もあってですね、はいはい、この源頼朝とも親しいんですよね。で源頼朝っていうのは今回のこの東大寺相当の多額の寄進をしてる方なんですね、はい、まあ、そんなことで、狂言と要塞これが引き続いて東大寺の再建に尽力をした、はい、でその中でこの瀬戸の万富が活躍した、その瓦窯の を焼いた、うん、そういうことになったと思います。なるほど。いやでも本当にこの鎌倉時代にも岡山にはすごい人がいたんですね。そうですよ、要塞ってね一番有名なのはね、はい、臨済宗っていう禅宗ご存知ですか、はい、それを開いた人なんですよ。うん、はい、それからねもう一つはねお茶の習慣をね伝えたと、はい、いうことで、今でも後楽園で毎年要塞の祭りやってますよね、はい、ちょっと話はそれちゃったんですけどね、はいはい、この要塞が、まあ、すごいのはそうなんですが、いやなんで万富でやったかって、ここが一つのポイントなんですね、はい、万富っていうと吉備の国五族の中の一つ上津道っていうところの本拠地でもあるんです。へえ、でね、はい、それは機械人が非常に多くいたところで、はい、様々な技術持ってるんですよ、うんうん、だから例えば鉄を作り出す技術とかね、はい、それからあと、焼き物、瓦生産につながる焼き物の技術っていうのもね、はい、持ってたんですよ。うん、だから古代吉備っていうのはね我々大和政権と同じだけの力を持ってた、私は思ってるんですが、それがいわゆる古代吉備の国っていうのは3世紀から5世紀6世紀7世紀と力をつけたところではあるんですけれども、その力が12世紀までも残ってた、そういうことだと思います。わあ、すごい。だからそういう面で私は万富っていうのは、はい、今でいうテクノポリスですね、岡山が誇るべきテクノポリスだったんじゃないかというように思ってます。
そうですか。もうそれぐらいたくさん技術がやっぱりこう育まれてきた地域ということですから、まあ、職人の方々のこの素晴らしい技術力っていうところもやっぱりこの岡山の誇りの一つっていうところですよね。そうですね。それからね、あのなんといっても、まあ、土も良かったんじゃないでしょうか。土大事ですね。今備前焼きがあの、ね、岡山っていうと、はい、ね、すぐに、パブロフじゃないですけれども、出てくる、言葉ですよね。はい、だからやっぱりあの岡山の土の良さっていうのも、これは、長源も要塞も知ってたんじゃないでしょうかね。それからあとはテクノの技術があり、はい、マントミの東大寺瓦窯という形になったということだと思います。そうですか。それでこういう風な素晴らしい形になったわけなんですね。そうです。川田さん、はい、行かれたことあります？マントミですか？マントミあるでしょうか、はい、東大瓦窯跡っていうのは行ったことないんです。あの駅の近くですからぜひ行っていただいて。あ、はい、なんかあの近くにはなんかあの説明とか書かれてるパネルみたいなのもあるんですよね。そうなんですね。だからパネルしかまだあのなくて、ただ、確か文化財になってたと思うんで、はい、あの文化庁の了解がないと、うん、なかなかあの次のステップ行けないっていうところもあって。あ、そうなんですか。それは私ちょっとあのそういう記憶なんですけども、あのただ非常に大事なところですから、岡山市としても、そうですね、これからしっかりと、はい、ね、それを残すように考えていきたいと思ってます。はい、はい、ということで今日は鎌倉殿とマントミ東大寺瓦窯跡と題してお話をいただきました。大森市長ありがとうございました。おい、ありがとうございました。次回の放送は12月14日木曜日のこの時間です。以上、岡山市長の大森ラジオのコーナーでした。